こんにちはって、こんな庭ができたらいいねっていうところです。この綺麗な芝とこの木の木陰があって、将来こういう庭のある家でみんなで暮らせたら幸せだろうなと思って庭の参考にしてます。バイバイ。ヘッコン、これいいね、ここね。この芝生もすごい毎回綺麗になってるよね。うい、涼しいの、ここは理想の庭だね。あんまり木がなくてさっぱりしてて、でもちゃんと日陰になる木はあるみたいなのと、このさっぱりした木とかもいいと思ってます。あとはやっぱり芝生の手入れが大事そうだね。あと冬と夏は違う種類の芝生を植えた方が良さそうとか、いろいろ勝手に妄想して楽しんでいますね。お